はい、3.0g のマグネシウムをステンレス皿の上で加熱すると 4.2g になった。反応したマグネシウムは何 g か求めなさいという問題ですね。こういう問題の場合は、まずはこの化学反応式を書いてあげてほしいと。マグネシウム加熱したら酸素と化合して酸化マグネシウムが出来上がります。そしてその時の比率3:2:5、これも覚えちゃってください。その後これを書き込んでいくわけですね。マグネシウム 3.0g、 そしたら 4.2g になりましたよと、こういう状態になるわけです。普通やったら 3g をしっかり加熱すれば 5g に比率的にはなるはずなのに、 4.2g っていうことは反応したマグネシウムと反応してないマグネシウムがあるということですね。 3.0g の内訳として反応したやつと反応してないやつがあるということなんですよ。だからこれどうやって解くのっていうふうになっちゃいがちなんですが、この時にこの化学反応式を書いた意味が出てきて、あれ、ここの酸素の部分なんぼなのって、ここ気になっちゃうわけですよね。 3g が 4.2g になったってことは引き算して 1.2g の酸素、これは反応したということですね。反応してないじゃなくて反応した、 1.2g の酸素に関しては反応したということがわかるわけです。そしたら3:2の割合で反応するわけだから、ちょうどね、これを 0.6 倍するとこっち来ます。からこれ比率で 0.6 倍して 1.8g と、こういうふうになるわけですね。こことここをこの比率のままにいくと、これ足し算してもいいんですが 3.0g と、こういうふうに計算できるということですね。3:2:5の割合になってます。で、じゃあ 3.0g のマグネシウムがあったんだけど、 1.8g は反応したから引き算した 1.2g、 これは反応してないだろうということがわかるわけです。こちらも見ても 4.2g のうち 3g は反応した酸化マグネシウムだから、引き算したら 1.2g という感じで、これは全く反応せずにそのまま残ってるよねと、こういうことになります。今回反応したマグネシウムは何グラムかということですが、反応したのは 3.0g のうちの 1.8g、 これが反応したマグネシウムということになります。わかったかな？